フリックするときにまず気をつけないといけないのが手首を外に向ける。フリックするときにまず気をつけないといけないのが、手首を外に一回向けることによって手首が使えるので、ダメなフリックはこの状態からスタートして前腕で打つことによっていいフリックができません。前腕で打ってしまう、これでも入るんですけど、やっぱり低ければ低いほどこれじゃ入んなくなります。一度外に入れて内に入れる、外に入れて内に入れるっていう使い方をするといいフリックができます。直線的にいっちゃうんですよね、前腕だけだと。だからオーバーミスしたりネットミスすることあるんですけど、手首を使うことによって少しですけど弧線を描くことができます。なのでこの手首の外のこの開きは重要です。やってみてください。